はいどうも、フメリーダヨウです。ちょっと激レベでございますか。つむつむ速報ということで、つむつむのねお店屋さんですね。はい、こちらの最終ボーダーが確定いたしましたと。ただいま朝の6時でございます。こちらねカードの方を、まあ、見に行くとですね、まあ、遊び方の方にですね、まあ、ちょっとちっちゃい文字でですね、まあ仕様が書いてあるんですけど、この一番下ですね、ハッピーポイントを集めて報酬ゲットっていうところで、最終更新は2月29日木曜日朝の6時ですということで、最終更新時間は多少、前後する場合がありますよと、いうところになっております。なんでまあ基本的にはもう今出てるやつが最終ポイントになります。自分は予想は115,000、多分12万はいってないということで116,000ですね。惜しかったね。まあ、でも12万は届かなかったかなというところですね。まあ昨日の夜、まあ、そんな話をしてましたけど、まあまあ大体当たってましたね。はい。で、あとは、ゴールド賞ですね。こちらもスキッチ系1枚、もらえる最低のところですけど、これね、めちゃめちゃボーダーの基準下がってますね。18,000っす。これ前回、最終がですね、3万ポイントだったんですよ。はい。なんで、だいぶ、基準が下がってるんじゃないかな。多分逆にですね、クラウン賞がめちゃくちゃ上がっちゃってるんで、クラウン賞の基準が上がってゴールド賞の基準が下がったんじゃないかなと、思います。はい、ということで、まあスキッチ系1枚で十分っていう方なんかはですね、まあだいぶはい、だいぶ優しくなったんじゃないかなと思いますけど、スキチケ2枚欲しい方はまあちょっとね大変になってしまったんじゃないかなと思います。過去最高値ですね。はい、最高値更新ということで、111,600ポイントということになってます。まあ一応朝6時時点の、ところはですね111,600ポイントなんですけど、まあ前後するって書いてあったので、また夕方ぐらいに今一度ですね、確認してもらってですね、ちゃんと獲得できるかっていうところを、はい、確認しておきましょう。はい、そんな感じでございます。ちょっと超寝起きでちょっと何言ってるか分かんないすいませんでした。はい、ということで二度寝していきたいなと思います。おやすみなさい。